シベリウスの公共曲第6番に単調作品104は1923年に完成された公共曲。シベリウスがこの公共曲を着想したのは1914年秋のことで公共曲第5番、第7番の楽奏もほぼ同時に着想している。この時は翌年の生誕50年記念行事に使用するための 第5番が優先された。しかし、他の2つの楽奏に基づく作業も並行して進められた。この過程でシベリウスは、第6番のための楽奏をバイオリン競奏曲にする構想を持ったことが、出版社宛ての手紙から伺える。この構想は、比較的すぐに取り下げられ、公共曲としての作曲が進められつつあったが、 第一次世界大戦の勃発などの情勢不安により、作曲は一時中断してしまう。1918年に、祖国フィンランドがロシアから独立し、シベリウスは再び公共局に取り組むことができるようになった。1919年、シベリウスを経済的にも、精神的にも援助したカルペラン男爵が亡くなった。この恩人の死は、作曲中であった二つ。 公共曲に宗教的な響きと独特の陰りという形で影響を及ぼしている。着想直後にシベリウスは荒々しく情熱的な性格と書いているが、実際に完成されたのは教会戦法や大位法を多用した試作的な作品となった。これにはかねてから研究していたパレストリーナをはじめとするルネサンス時代の宗教音楽も影響している。 作品は1923年1月に完成した。1923年2月19日、ヘルシンキ。ジャンシベリウス式、ヘルシンキフィルハーモニー管弦楽団スウェーデンの、ピアニストで作曲家のビルヘルムス・テーン・ハンマル。フルートに、オーボエに、クラリネットに、バスクラリネット、ファゴットに、ホルンオン、トランペットさん、トロンボーンさん、ティンパニ、ハープ。 弦楽五分二単調と表記はされているものの実際には二丁のドリア戦法などが使われており、いかにもシベリウスらしい音楽である。平均演奏時間は26から27分程度である。公共曲第6番作品104の楽譜、国際楽譜ライブラリープロジェクト。PDF として無料で入手可能。ありがとうございます。